東京国際空港の管制塔高さは116メートルで世界第3位である成田国際空港では右側の管制塔で国土交通省の航空管制官がタワーグランドコントロールを行い成田国際空港株式会社の社員が左側のランプコントロールタワーでランプコントロールを行う管制塔は空港 飛行場に設置される航空交通管制を行う施設である。レッドブルエアレースワールドシリーズのために建てられた仮設の管制塔外交用コンテナを改造した管制塔管制塔は空港飛行場に設置される塔であり空港飛行場の重要施設の一つである。司令塔とも呼ばれる。英語ではエアポートコントロールタワーあるいは単にコントロールタワーまたは タワーとも呼ばれる。管制塔は多くの空港、飛行場に設置されているが、管制塔を持たない空港、飛行場も存在する。管制塔は、空港、飛行場の見通しの良い場所に設置されており、空港、飛行場の主要施設の前景を目視確認できる、高さを有している。管制塔の上部には管制室があり、航空管制官が航空交通管制を行っている。 ここで行われる管制とは、主に飛行場管制である。飛行場管制には主に次に示すような席が用意されており、それぞれ管制官が配置されている。空港によっては、上空を監視するレーダーの他にも、空港面探知装置が整備されており、空港を行き来する航空機をモニターしながら、管制を行うことができる。 一部の規模の大きな空港では管制塔の下部にレーダー管制室が設けられており、そこでは侵入、ターミナルレーダー管制が行われている。エアレースなど航空イベントが開催される際に臨時の管制塔が設営されることもある。緊急事態などで管制官が管制塔から退避した場合は滑走路が閉鎖されるが、避難先から無線機で情報提供を行った例もある。 ありがとうございます。